ゴールデンバット最前列がゴールデンバットゴールデンバットは日本タバコ産業から発売されていた紙巻きタバコの銘柄2019年に終売となった現在は北海道限定販売のリトルシガーであるゴールデンバットシガーに銘柄名が受け継がれているバットの通称で古くから親しまれてきた銘柄である日本で タバコの専売制が開始されて間もない1906年9月に、後に日本専売公社となる、当時の大倉省専売局が発売した。1973年に、朝日が生産だきりとなって以来、日本国内で販売される、タバコの中では、現役最古の銘柄として有名で、2006年に発売から100周年を迎えた。大衆向けの紙巻きタバコで、 細身の巻き系が特徴であった。発売当時から爆発的に流行ることはないが、根強い愛用者が途切れぬことから例外的なロングセラーとなる。1906年の発売時は10本入り温泉で、等級の低い葉を用いることから、タバコ税939品に分類されて、課税額が低く、2016年4月の価格改定前まで日本で最も安価なタバコだった。 国内発売の前年である1905年から海外向け輸出品として生産され、当初は中国向けの輸出用ブランドとして企画されたことから中国で幸運の象徴とされるコウモリをブランドシンボルに採用した。東京高等工芸学校の教員宮下隆夫が考案した海力色系の地に金色のコウモリをあしらった古風のパッケージデザインは広く知られており、 発売当時を基本に変遷しているが、近年は、解雇的な高デザインとして、再評価されている。外装に、体への警告文を記載するため、2005年に、体裁が、大幅に変更されて銀紙に、札付きのパッケージとなり、タバコ本体も、一般タバコと同等の巻き系へ太く変更された。発売後しばらくは、吸い口付きタバコの中級品であった、朝日より、 価格が高かったが、1920年代に、両切りタバコの最新式製造機が出現したことによって、両切りの生産性が飛躍的に上昇し、それに伴って、ゴールデンバットの価格が安値安定し、20年代後半から30年代にかけて、販売数が爆発的に増えた。低所得者のタバコとして愛用されていたことから、 1925年の値上げの際には政府に対して激しい非難が浴びせられた。第二次世界大戦直後も大衆品として人気を集め、1950年4月から9月の半年間では160億4400万本を売り上げ、ブランド別では1位を記録した。発売110周年を迎えた2016年に新生とともにフィルター付きになり、 タールは1 8ラムから1 5ラムへ、ニコチンは1 1ラムから1 0ラムに変更された。旧産休品に設けられている、タバコ税の軽減措置が2016年4月以降、段階的に縮小、廃止されるために値上げされ、2018年4月1日より一箱330円となり、2019年10月以降、若葉、エコーと共に、 在庫限りで生産終了することが発表された。禁止の箱。呉イ自力史科学館にて撮影。文芸作品にしばしば、バットの名が登場し、芥川龍之介や太宰治、中原中也など作家に愛好者が多い。内田百は、朝日、ピースなど高級タバコを好んだが、たまに吸いたくなる、銘柄として、バットをあげている。 博物学者の港熊楠も喫煙しており、空箱は採集した年金の標本入れに利用していた逸話がある。太平洋戦争前後の1940年から戦後の1949年まではゴールデンバットの名称が適正ごとされ、神武天皇の神話に基づいた禁止に変更された。戦時中のタバコ類大幅値上げを題材にして、消化。 紀元2600年の替え歌が作られたが、その冒頭は、禁止上がって15銭であった。暗化さ、製造ロット、セロファン外装がない紙製パッケージによる湿度の影響などにより、風味が均一化しておらず、他のタバコ製造時にこぼれたクズタバコを集めて、紙巻きしたとの風説も散見するが、 上級タバコに使用しないことから風邪上の等級が低くなるタバコ用脈が主な原料ゆえに風味が一定せずバラつきが生じているだけである。1997年にフィルター付きのボックスタイプが全国発売された。パッケージデザインを現代的にアレンジして CM や広告告知されたが価格、タール、ニコチンチなどは一般的で 日本最古のブランドを利用した新規銘柄に近いものであった。2004年7月から宮城県内でゴールデンバットボックスとゴールデンバットメンソールボックスが販売されたが定着せず2005年1月に終売した。2019年にはリトルシガーのシガーに商品が北海道限定で発売された。既存の葉巻企画の商品はすべて海外生産。 日本タバコアイメックスからの発売に切り替わっているため、JT 本体では久々のハマキ企画商品の販売となる。ありがとうございます。